ニュースピックアップ。この時間は月刊誌ムーの編集長三上丈晴さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について話を聞いていきます。三上さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずはこちらから。ノストラダムス、元日の能登半島地震を予言していたのか。最大震度7を観測した能登半島地震について、イギリスのネットメディアがノストラダムス絡みの記事を掲載しています。16世紀生まれのフランスの占星術師ノストラダムスが、今年は気候変動がさらに悪化して地球が乾燥して生命を脅かす津波と洪水をもたらす大規模な自然災害に遭遇すると予測をしていたというんですね。この予言が能登半島地震について言及したものであると研究者たちは考えているということなんですが、三上さん、ノストラダムス災害に関して多くの予言というのを残していたんでしょうか。これちょっと問題なんですよね。あ、問題。ノストラダムスが2024年1月1日の能登地震を予言していた。はい。これイギリスのメディアと、もう一つアメリカのメディア、はい、これデイリーメールとニューヨークポストがそれぞれノストラダムスの予言に今回の津波のことが書かれていた、はい、出ますが、これは完全にアウトですね。完全にアウト。アウトですね。アウト。これはね、ちょっとね、今被災している方々もいるんで、はい、表現を気をつけなければいけないんですが、まず第一にノストラダムスが今回の能登大地震および津波を予言したという事実はありません。ありません。はい。全くありません。はい。で、この2つのメディアが根拠にしているノストラダムスの本というのがあるんですけども、はい、これはノストラダムスの予言集、いわゆるこれ本文ではないんですね、はい、本文ではなくて序文のセザールへの手紙、これセザールというのはノストラダムスの息子、はい、息子なんですけど もう未来の予言を解読してくれる方をある種想定して書いた手紙なんですね。はい。でノストラダムスが生きていたのは16世紀半ば、はい、まあ、今後世界がどういうことになるのかということについて概略、こういうふうな世界観で予言書を書きましたという内容。でここには3797年まで予言が続きますよと書かれている、はい、ですからこの時点で有名な1999年の予言書も人類滅亡の予言ではないということは、これは誰しも分かってる話なんですね、はい、でこの中に今後こんなことが起こりますよっていう概略、この世の終わりについて書かれていく一文があって、はい、そこに乾いた大地やが干上がり、はい、大洪水が起こるという一節があるんですね、でまさにこの一節をもってして今回の能登地震および津波だというふうに言ってるんですよ、はい、どこにもここ津波って書いてないんですね。はあ、はあ、乾いた大地や干上がり、大きな洪水が、ここの 分だけをもってして今回の災害を予言したっていうのは完全に間違いというよりも恣意的なものを感じます。はい、恣意的、わざと、はい、この文章の一連のこの内容っていうのは、はい、戦争だとか貧だとか、はい、まあ、病気の流行みたいなのは訪れるよって言ってるだけであって、はい、具体的に2024っていう数字もなければ、ね、日本だというふうな限定したものも一切ない、なのでこれに関してどういう意図でね、イギリスアメリカのメディアが能登の地震と津波に関して関連付けたのかっていうのが、はっきり言ってね、非常にこう疑惑というか、ひょっとしたら悪意じゃないけど、はい、なんか恣意的なものを非常に感じますね、これね。記事によればノストラダムスによる2024年の予言の中には、伝染病による世界的な飢餓現象を予言していたり、イギリスのチャールズ国王の王位放棄、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇の後を継ぐ新たな教皇の可能性、あと海戦、海での戦いについても、まあ、言及しているということですが、三上さんが先ほどおっしゃった2024年なんていうふうには言ってないってことなんですね。これね、ここも問題なんですよ。はい、極めて、これはノストラダムスが2024年に起こる予言と称しているいくつかの出来事が書かれてるんですけども、
これも全く2024という数字なんてどこにもないわけ。あ、それはひどいや。これは特にネットの中のそのノストラダムスを語った、はい、予言が当たったっていう人たちのはいくつもあるんですけれども、今回のはちょっとひどいというか、これ以前にもですね、911の予言、これノストラダムスが予言していたっていう予言誌があるんですね、これ4行誌なんですけども、はい、これもこうネットで流布していたのは全くの捏造なんですね。これは実際にある予言誌をいくつか引っ張ってきていいように改ざんしたものなんです、でこういった予言誌が一人歩きしてるんですね、はい、おそらく最初に書いた人なり、まあ、解釈した人は独自の視点かなんかであったのかもしれませんけども、はい、いざ原点に当たってみるとないんですよ、はい、まさに今回の能登半島のことに関しても同じことが言える、はい、そうなんですね。なので逆にね、これはね、まあ、ノストラダムスの予言を研究している人たちだとか、はい、まあ、ある意味実際の予言はどう解釈したらいいんだろう、はい、本当のことはこういうことだよっていうのが見えなくなる可能性もあるんですね。そうですね。なのでね、これはね、まあ、どうしても無的にもね、こういう、なんだろう、こうメディアの報道っていうのは一応、はい、ある意味紹介してくれなくちゃいけないんだけれども、これに関してはちょっと問題だなと、はい、そうなんだ。特にデイリーメールはニューヨークポストのこう、ね、大手というか権威があるところが、なんでわざわざノストラダムスを出して今回の災害についてこう関連つけてるのかという、はい、これも確固たる、例えばあの日の丸だとかね、2024年みたいな、はい、そういった数字なりこういう名詞が出てくるんであれば、まあ、耳を傾ける余地はあるけど、ここは全くない。そうなんですね。しかも予言誌でもなくて、その本の中の序文にある文章の中にちょっとそれらしきものがある。しかもこう内容は乾いた大地に干上がる、はい、全然その季節的にも関係ない、この後に大洪水が起こるという自分を持ってこう津波だって言ってるんで、まあ、これは非常にですね、恣意的な感じがね、ひどいですね。そうですか。いや、でも今の三上さんのお話聞いて、ムーは冷静に冷静に分析している面があるっていうので、ある意味安心しましたよ。いや、本当のノストラダムスの予言っていうのは何を意味してるのか、まだまだわからないことがあるんで、はい、99年の予言に関してもただ単に人類滅亡ではないという解釈もあるんで、まあ、一応結果は結局というか、みんな予言の解釈に終始するんだけれども、今回のはちょっとね、あまりにも根拠がなさすぎる、そういうところがなさすぎるという印象、はい、さあ続いては月刊ムー2月号からこちら。月の海と地球の大陸は合わせ鏡だった。日本初の月面着陸を目指して月の周回軌道を飛行していた無人探査機スリムが先週着陸に成功しました。アメリカ、旧ソ連、中国、インドに続いて5カ国目です。 JAXA 宇宙航空研究開発機構の理事は、着陸目標地点に100メートル以内に降りるという最大のミッションについても、個人的な感触としてはほぼできたと考えていると語りました。急拡大が予想される宇宙ビジネス市場で日本の存在感が高まるのは確実という声も出ていますが、三上さん、これはどうご覧になりますか？そうですね、これまでもあの月面探査 JAXA とかですね、はい、月を目指した、まあ、周回軌道でいろいろな映像を撮った、はい、最終的にこういった探査機っていうのは、まあ、制御した形で落下させるんですよ、まあ、着陸ではないところが、まあ、確かに日本がね、あの作った探査機が月面にはあるんだけど、これ着陸でこれまではなかった、はい、今回はちゃんと着陸、着陸したで、これからのデータを収集するということなんで、非常にこれは画期的なことというか、まあ、悲願だったわけですよね、日本は、まあ、日本初めてこの月面着陸に成功しました。まあ、ただ太陽電池が動いてないなんてことありますが、でもその月に関して仰天の説がこの昨今注目されているそうですね。まあ、これはまさしく無的なというか、科学的なというよりはある種神秘主義的な、はい、まあ、話なんですけれども、ネットのですね SNS で、これ三重県に住む主婦の方がですね、面白いことを指摘してたんですね、これね、月満月になるといわゆるそのうさぎが餅をついてる姿が見える、はい、
これはあの月の海っていうんですね。で、まあ、世界によってはカニだとか、人の顔にも見えるみたいなこと言われますけれども、この形、実は地球の大陸の形に似ていると指摘したんですね、この方。というのもですね、まあ、普通のメルカトルの地図を見てるとちょっとわからないんですけども、はい、あの北極圏から見た地図、世界大陸がこう放射状にこう配置されている、はい、あの地図とその満月に見える月の海がちょうどですね鏡合わせ、左右反転した姿でほぼ一致するっていうことに気づいたというか、まあ注目を集めてね、こうした考えというのはごく最近一部の人たちの間で生まれた全く新しいトレンドなのか、あるいはこうリバイバルみたいな形で広がっているものなのか、このあたりはどうなんでしょうね。やっぱり似たようなことを考える人っているんですね。いるんですねやっぱりね、アポロ計画で実際に人間が月に行くまでは、はい、月っていうのは謎だったんですよね、はい、で月の海あの染みっていうのは何だろうって考えたときに、まあ太陽は分かる、太陽の光が地球に当たっている、はい、まあ昼ですけど、まあ満月も月の表面に太陽の光が当たる、はい、だとすると地球に当たった光も月に当たってんじゃないか、はい、っていう発想で、いわゆる鏡じゃないですか、鏡のように鏡のような状態になって、月の海が、はい、いわゆる月の表面に反射してるんじゃないかって考えた人がいるんです。地球の海が月に反射してんじゃないかってことなんだ。そうすると暗い部分は地球の大陸ですよね、はい、だから地球の大陸の形がそのまま左右反転して月の海とだって見えてるんだというですね、これまたすごい発想なんですけれども、そうですね、それはそれでね、まあ、あの当然ながら現在ではですね、そういったことではないというのは皆さんご承知かと思うんですけれども、はい、ただね、同じようなことを考えてる人って他にもたくさんいまして、月の海のこう部分をちょっと拡大してやると、はい、これ全体ではないんですけど、一部がなんとユーラシア大陸、まあ、中国、インドネシア、インド、それから中東、はい、アフリカに至るですね、海岸線と一致してると。で実際比較すると、ね、似てるんですよね。似てるんですね。まあ、もちろん両者には何の因果関係もないんですけれど、はい、まあ、似てるっていうのお面白いよね。そうなんですね、まあ、まあ、因果関係がないで普通はこんなのは偶然だよで終わりになっちゃうんですけれども、この似てるっていうこと、これね意外に奥が深いかもしれない。そうなんですか、似てる。例えばですね、日本列島、はい、日本列島の形とですね、この世界中の大陸の形が似ているって話がある。日本列島の形に世界中の大陸がの形が似ている。そうおそらくね、世界地図を見ていたとき、例えば小学生の頃にね、はい、あれ四国とオーストラリア大陸って似てるよね。あ、そういうことですか。九州とアフリカ大陸ってなんか似てるよな。そう言われれば、そうやって見ていくと、本州がユーラシア大陸で北米が、北海道みたいな、もうある種 の、 その日本列島は世界大陸のひな形になってんだ、でこれ、まあ意外にそういう発想というか、思ったことがある人って多いんですよね。まあ、ただ一般にはまあこれは偶然だろう、ね、思い過ごしだろうで終わっちゃうんですけれども、はい、でも自然界っていうのは実はこういうふうに似てくるんじゃないの。時が経つとね、これ、まあ、数学的に言うとフラクタルっていう自己相似っていう、自己相似、はい、例えば雪の結晶なんかもずっと拡大してもずっと拡大していってもですね、その全体の同じ六角形の形がずっと見えてくる、はい、このフラクタルっていうんです、自己相似っていう、だからそういう意味で地球の自己相似が日本列島になってる。同じように月の海も地球の大陸の自己相似になっている。だんだん論法でいくと、月
月の海は日本列島だったみたいな。というなってくんですね。そういうふうにね。いや面白いですね。はい、こんな驚きの話題が満載の月刊ムー2月号は現在好評発売中です。月刊ムー編集長三上丈春さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。